大栗広氏は、日本の物理学者。理学博士。専門は素粒子論。カリフォルニア工科大学フレッド・カブリカン教授及び、ウォルター・バーク理論物理学研究所所長。東京大学カブリカズモノオレン系宇宙、研究機構機構長。アスペン物理学センター,理事ーリージー長。大栗は、場の量子論や超弦理論の深い数学的構造を、発見し、 これらの理論を素流し物理学や宇宙物理学、宇宙論の基礎的問題に応用するための新しい理論的手法を開発している。特にトポロジカルな原理論を発展させ、これによって、ブラックホールの量子力学的性質を解明した。また、二次元の共形場の理論、カラビアウ多様体上の D ブレーン、アッズ、CFT 対応、超対称性を持つ、 場の量子論の性質と長弦理論との関係などについても基礎的な貢献をしている。米国の大学で教鞭をとっているが、日本からこれまでに10名程度の大学院生やポストドクトラルフェローを受け入れ指導をし、その後その全員が大学教官や研究者として活動している。ハーバード大学で客員研究員。パリ第六大学、1994年。 東京大学2007年プリンストン高等研究所で客員教授ありがとうございます。